日本ハム新庄監督と中日立浪監督。なぜ同じ就任3年目で大きな差開いたのか。新庄監督就任後から現在までに7件の交換トレードを実施。中でも中日から獲得した郡司裕也は現在チーム2位のヒット数を放つなど中心選手へと成長し、山本拓実、斉藤幸也リリーフとして戦力になっている。中日も現役ドラフトで獲得した細川誠也が不動の主砲となり、この3年間で補強した選手が全く機能していないわけではもちろんない。今年2年6億円の大型契約で獲得した中田翔など、大金を投じて獲得した選手が結果を残すことができておらず、日本ハムに比べると見劣りすることは間違いないだろう。球場効果。満身、環境の違い記事。立浪チルドレンもここ最近目覚めてるで。新球場でフロントが補強頑張ったから。どちらも連続で最下位だったがパの方が圧倒的な大差だった。珍しく疲労化が評価してた。意外に足元が見えているじゃないかって感じで。選手の見極めやモチベーションを上げてやる能力が段違いすぎたな。年数以外の条件が違いすぎて比較にならなくね。選手との信頼関係の差だろ。新庄ビッグボスって叩かれてたのに結果出しちゃったのかよ。新庄はなんやかんやで有言実行したしな。清宮まで覚醒したもんな。2割5分の郡司が当たりなら23ホールドの斉藤綱も当たりだろうに。片岡は何してたんだ。立浪に物言えるのは親友の片岡だけなのに。けど新庄も今年で十分やろ。調子に乗るとやらかすからここで十分。ご視聴ありがとうございました。